生魚とは、魚類の発育過程における一つの段階で、繁殖が可能になった魚を指す。体の大きさや外見が生魚と変わらない場合も、繁殖の準備ができていなければ、これに含まれない。未生魚から生魚への移行は年齢によって決まるのでは、なく、種によって異なる一定の前兆に達することの影響が強い。成熟するまでの時間は成長の速度によって左右される。 また、生魚になるまでの年数は、最低成熟年数と呼ばれる。魚類の多くは、ほぼ同時期かオスの方が早く成熟する。ただし、オイカワなど一部の種は、メスが先に成熟することがある。同じ生魚とはいえ、一生の間に繁殖できる回数は様々であり、鮭や鮎のように一生に一度のみしかできない種もある。多くの魚は一年に一度産卵する。一方で、 メダカのように条件が良ければ、一年に何度でも産卵できる種もある。老化により生殖腺が閉鎖し、産卵期を迎えても繁殖ができなくなった魚を老魚、または老生魚と呼ぶことがある。しかし、種によってはこの段階がないものもあり、淡水魚の多くがこれに含まれる。ただし、この場合も産卵及び、縫製の能力は衰え、生み出されずに、 体内で再吸収される卵の割合が高くなる。それに加え、卵全体の数も減少する。また、骨が脆くなり、運動能力も衰える。しかし、一生のうちに一度しか産卵しない種は明らかに、この段階は存在しない。老熟すると退職及び模様に変化が起こる種もある。この例としては、石台や石垣台などが挙げられる。 縦島巾着台の生魚ブリ、ボラ、スズキ、マイワシなどの出生魚と呼ばれる魚は、幼魚までは別の名称で呼ばれることがある。こうした魚も、標準和名には、生魚の呼び名が用いられる。しかし、生魚になった後も、名称が変わることがあり、例えば大きく成長したボラの生魚は、とど、ブリの場合は、大ブリと呼ばれることがある。また、群を抜いて大きな鯉は、 飛びと呼ばれることがある。これは、制御を迎えた後も、速度は遅くなるものの、成長が続くことが関係している。伊田人志ほか、小学館の図鑑ネを、魚、小学館、2003年、P184、宮地でブ三郎ほか、原色日本淡水魚類図鑑、保育者、1992年、P141 水温や昼間の時間、栄養状態などが挙げられる。 マワタリシズオほか、ポッケと科学図鑑三水生動物、学習研究者、P21、宮ン伝三郎ほか、原色日本淡水魚類図鑑、保育者、1992年、P198 及び411、伊田としほか、小学館の図鑑ネオ、魚、小学館、2003年、P123、中村道を、記録的海洋生物ナンバーワン列伝。 西分同振興者、2010年、P124,125 個位は、ブリなどとは異なり、成長段階による、呼び名の違いはない。宮寺伝三郎ほか、原色日本淡水魚類図鑑、保育者、1992年、P198 世、用語集。ありがとうございます。